三チャンネル、三チャンネルですね。来ましたね。今日は勉強会しようと思いましてね、はい、なんかねやっぱりその講談っていうのはね分かりづらいじゃない。落語とかだったら分かりやすいかもしれないけどさ、講談というものでまあいろいろ流派があったりとかして、まあその流派の特徴であったりご説明していこうかと思うんですけどね、はい、まず私が神田ですよ。三力さんはそこに属している。神田派、神田派だよね。神田派、うん、まあ、そうと言われてるのがやっぱりその、はい、ベラボー図鑑、ベラボース鑑か、神田ベラボース鑑、これ名前ですか。名前、名前です。公爵士の名前。へえ。で1716年から36年までの方なんだよね、うん、でそうと言われてるのが、まあ、白龍だよね。だからで龍もこっちの龍だな。先生から来てるんだけど、はい、ここから2つに分かれてるんですね。実は流派がのれん分けみたいな形ですか。そういうまあそんな感じかな。どうです、はい、まず神田です。はい、まず神田です。はい、ここ田辺です。本当だ、ここなんですねそう、ほらもうすぐですよ。神田と田辺、神田と、あ、ここじゃなくて、あの田辺さんここを取られたんですね。そうです。だからほら神田田辺、本当だ、もうこれ親戚だね。もうそういう意味合い。そうですよね、ここからもう完全に取ってますもんね、うん、神田ベラボーズ館さんのところから神田と田辺と、うん、そうで、ここの白龍先生からの流れだよね、はい、うんうん、だから白がこう使っていく人が多かったりするよね。だから白山とかもそうでしょ、はい、やっぱりそのできてるんですよ、うんうんうん、でうちはその神田三陽、二代目神田三陽がいて、はい、はうちの大師匠に当たりますけれども、でこの山陽先生の山をもらって緑で山緑、うん、うちの師匠につけてもらったらね。あ、そうなんですね、うん、で宝井派だと、はい、まあ、馬のこと、はい、なんて読むでしょう。馬琴ですか。はい、お正解。よかったです。で宝井馬琴先生がやっぱり有名で、ね、5代目の先生とかよく NHK で出たりとかしてますけれども、はい、ここはね本当に面白いですよね。やっぱ馬琴先生のこの金、琴、はい、この琴をつける方々が多いですね。お、例えば、琴に、柳で金龍先生とか、おー、金鳥先生、うん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 、この前につくか後ろにつくかっていうのはどっちでもありなんですか。いやだから前についてちゃった皆さんね、あの馬琴先生は後ろについてて、あと皆さんは前につくんですね。これは こっちの場合はね、まあ、いろんなケースがあるけど、ほとんど多いケースはやっぱりこのことがついてというふうな感じで先生方の名前が一流祭行きますと、あと一流祭はね、まあ、庭の地畑っていうのね、佐田手段先生、だから定水会長であったりとかっていうね、はい、適さんさんであったりとか、もうこの庭の地畑って言うんだけど、庭がこうついてますね。これね、ここまでどうですか。はい、はい、続きまして、で親戚の親戚ね、田辺一角先生、一に鶴、はい、知ってる、あのお名前は。ああ、どんな人、あ、どんな人かちょっとでもなあの田辺さんっていう、田辺さんというか、あの田辺一角先生ってよくあのテレビで偉い先生として出てらっしゃる、うん、一角先生はやっぱりすごい、もうメディア、東京オリンピックとか、ああいう講談新作で作っていって、もう売れに売れた先生ですけれども、まあ、この一角先生がやっぱお弟子さんをすごいいっぱいね、取ったから、多分講談界で一番弟子を取った先生じゃない、一角先生。弟子の数を何人取るっていうのも、もうその人によるっていう形なんですか、ね、もうだって師匠がだって取るってなったらそうなるからね。これもう一角先生のやっぱりここはこう一の字を使ったりとか、一を取ってるんですね。あるいはこの鶴の字、そういうパターンもあるんです、うん、だからどっち取っていくかとか、一角二角三角四角とか、そういうような感じで最初取っていたみたいだけど、へー、ね、いろいろ面白いよね、やっぱそういうような、うん、
ひげのね学先生、本当に私もあのゼザー自分にはすごい可愛がっていただいて、ね、2つ目の時亡くなっちゃったのかな。そうね、あのこちら一番下にあるのは何とお呼びしたら、極道。極道、はい、髪型。髪型、こちらも全部江戸。はい、髪型というと関西の方ということですね。あ、そうそうそう、大阪が拠点かな。うん、こっちはやっぱね南がつく。南陵先生や南左衛門先生や南下先生や、あ、南北先生とかもみんな南がこうつくパターンだね。お、名前の付け方にもあのそれぞれ特色があるんですね。よくさ、あの私も言われますけど、はい、あの神田さんって呼ばれちゃうと神田さんいっぱい過ぎちゃうから。なるほど、神田何って下の名前で呼んでいただかないとね、分からないし、神田さんよりは三陸さんの方がもう誰って分かるっていうことですね。そうね、そうね、山がつくんだ山がみたいな、そこまで覚えてくれれば大体ね、山がついてくれば大体ですけれども、緑もそうかな、緑がつくっていうのは私だけだと思うから、下の名前で呼んでいただくのが正式にいいかな。でうちは神田派だから、やっぱこの、はい、侠客もの、清水の次郎長、国定忠治とか、うんうんうん、まあ、こういうものが得意としてて、宝井派は武芸もの、塚原牧伝であったりとか、うん、あるいは修羅場もの、はい、合戦もの、まあ、こういうものが得意、徳川家康であったりとか、うんうん、で一流祭は、あ、まあ、お家芸というとやっぱり義士伝だな、忠臣蔵の話、阿呆銘銘伝とか、そういう話で、田辺派は、あ、やっぱり郭先生がねすごいから、まあ、新作派が、流派的にも新作が多いんですね。そうね、やっぱり郭先生のものは新作だから、同じように新作作りたい方々が多くいらっしゃる。極道は太閤記、真田幸村、はい、まあ、こういうようなものが多いかな。かなりあの流派によってあのこれが得意ってものはあるんですけれども、あの前おっしゃってましたよね、あの他の先生に教わることもあるって、やっぱり得意な先生に教わるんですか。そうね、宝井だとやっぱりね、武芸物であったりとか、はい、修羅場とかも本当に教わってるし、うん、一流祭、義士の話教わったりしてて、でね、で極道だとやっぱり太閤記の話教わったりとか、一角先生にも結構つけてもらったことあるんだけど、将棋隊の話とかつけてもらったかな。へー、うん、だからそういう、まあ、流派によっていろいろ変わってくるとね。終わり。今日はちょっとあのこちらあの流派による違いとか流派による特色を勉強形式で教わってみました。はい、ぜひね興味持っていただいたら、いろいろね講談聞きに来ていただいたりとか、あるいは他のものとかでもなんかね、なんか講談教えたりとか、あ、そういうものを動画でいっぱいありますから、チャンネル登録していいねつけていただければと思います。よろしくお願いします。